ビオラタガンバ族の楽器の合奏。ビオラタガンバ族は弓を用いて演奏する、殺言楽器のグループである。ビオラタガンバ族は、バイオリン族によく似ているが、ネックにフレットを備えること、撫で型の形状、弦の数が、一般に6本で4度に上限されること、などの点で異なる。ビオラタガンバ族もバイオリン族と同様に様々な、サイズの楽器があり、小さなものから、パルドゥシュ。 トレブル、アルト、スモールテナー、テナー、バス、グレート、バスといった種別がある。ビオラタガンバ族はバイオリン族と異なり、小さなものでも縦に構えて足で支えて演奏する。ビオラタガンバ族は15世紀の終わり頃ヨーロッパに現れ、バイオリン族と並行して使用されてきたが、18世紀後半にはその使用が衰退した。 ビオラダ・ガンバ族の楽器は現在は概ね古楽器として扱われているが、例外的に現代のコントラバスは、ビオローネと関係が深く、ビオラダ・ガンバ族の特徴を備えている楽器である。イアン・ウッドフィールド、ルーシー・ロビンソン、ビオール、ビオラダ・ガンバ、ガンバ・イン・ザ・ニュー・グローブ・ディクショナリー・オブ・ミューザ・キャンド、ミュージシャンズ、セカンド・エド、エド、バイ、スタンディー・サディ、ー、ビオラダ・ガンバ。 ありがとうございます。